はい、2020年の2月の12日、12時48分です、本当はね13時から始めようかなと思ったんですけど、ちょっと早めに手が空いたのでちょっとね早く配信しようと思ってます。こんにちは、タガクチャンネルのタガクです。ですね、今日は、まずね、夜もやろうとは思うんですけど、やっていきたいことが2つ、まず2つあります。あとね、1つね、あるのは、さかなクンっているんですよ。こう、ハコフグかなんかをこうね、帽子にかぶって、なんか、みたいな、というタレント。魚に対してめちゃめちゃ、詳しいタレント、さかなクンって いますよね。彼がなんか国会に出て、なんかね、サンマの漁獲量とか、また多分ね、意図としては、海洋プラスチックごみとかの影響とか、ああいうようなことを彼に言わせたいのかなって思うんだけど、なんでこれをまず取り上げたかっていうと、彼は、私が行ってた専門学校の、まあ、同窓生、同級生ではないんですけどね、同窓生、です、日本動植物専門学院っていうところで渋谷にあったんですけど、まあ、そこの出身ということで、まあ、彼自身はね、最近の経歴からはね、ほとんど消してるんですけどね、まあ、黒歴史なのかな、黒歴史、だけど、まあ、確かに彼は在籍してたので、まあ、同じ校舎に一時期一緒に行ってたのかなって、まあ、2年かぶるのかな、かぶんないのか、ちょっとね、その記憶が定かじゃないんですけど、一度だけちょっとこう話した記憶があります、マグロについて。ただその彼、まあまあいいや、ということで、さかなクンすげえなということから入ります。なんか国会なんか呼ばれちゃってね、なんか東洋ね、東海大学の客員准教授とかね、客員だから、まあバイトっちゃバイトだけどね、なかなか、まああとね、テレビに引っ張りだこでね、稼ぎまくってるということで、我が母校の出身者からしたら一番の出世頭なのかななんていうふうに思いますね。はい、すごいなと思っています。ただ権力の犬になっちゃいけんよと思いながら、ちょっと配信してます。はい。で、ちょっと今日の話は、まずね、天皇の、戦争責任についての本を読みながら、ちょっと感じたことを先に伝えていこうかなと思います。まずね、昭和天皇がね、戦争中、戦後ですね、戦争中まで22年かな24年、で戦後44年、まあなんかいずれにしても、昭和天皇が戦中戦後を生きてきたということで、戦前は荒人神として神様、戦後はなんか象徴とかいう危うい感じなんですが、まあそんな感じでいたと。で、ちょっとね、私はね、まあ天皇は、まあいいんじゃないか派なんですね。天皇いていいんじゃないか派みたいなね。なんてかって言ったら象徴だから、ちょっとあや象徴っていうのが意味がわからないんだけど、まあなんか祭事だけやってればいいんじゃねえかなって派だったんですが、まあなんかね、本を今20ページぐらいしか読んでないんでまだねあれなんですが、これ戦争責任を総括すべきじゃないかなって思うようになりました。なぜかというと、やっぱりね、戦前からあるよくろくでもない官僚組織っていうか、戦争に突き進んでいったろくでもない組織、権力者が
まあ、戦後ものうのうと生き残っていて、で、今でもその子孫たちが、あ、クリンちゃんこんにちは、まあ、生きてると。それいかがなものかなと。あ、コンティニューコイン、あざっす、うん、いかがなものかなって高く思ったわけよ、うん、昨日ね、ちょっと腰が痛くてね、あのゴロゴロしてて、ちょっと本読んでた時にその本だったんでね。で、そのトップがね、やっぱ天皇なんだな、これ。トップは天皇だから、やっぱこうね、あ、天皇のやっぱりその戦争の時にあれトップだったけど、俺は全然なんかあの関係ねえしっていうか、もう勝手に軍部がやったことだからね的なこう物語を作って、でマッカーサーと手を組んで、それで、アメリカのポチになる代わりに、アメリカの言うこと何でも聞く代わりに、その戦前の自分たちの愚行を許してちょというような取り決めがあって、でその子孫たちがそうそうそう腰痛だったんよ。腰痛っていうかね、なんか血石っぽい感じだったんでね、ちょっとこれはと思ってね、こりゃまずいと思ってちょっと休んだ。なので今日の夜ももしかして休むかもしれません。すいません。はい。あの、体調次第でごめんなさい。うん、ということで、これどうよということをまずみんなと話したいなと思ってて、まあ、その、昭和天皇がね、その、元帥っていうね、大将のまたさらに上にいる、軍部のさらにその上にいる、うん、人たちで、いや人で、でその時にいろんなね、あのね、なんかちょっと見たら陸軍に対して3000回、海軍に対しても400回ぐらい勅令というかね、天皇が命令をする、その大本営が命令するやつと、その天皇が直接命令するやつっていうのは命令書が違うらしいんだよ。で、その天皇が命令してるのが3000回以上陸軍であって、その大本営ってやつができてからね、あので、海軍でなんかあの300回400回っていうのはかなり多いなと思うんだよね、うん、なので、まあなんかその大本営っていうか、そのなんか元帥会みたいなさところに出席して、少なくともか会議はしてるんだよね、天皇出席で。でその会議をして、でそのなんかやることに対して彼は、まあ、昭和天皇ねは、OK を出してて、でその OK を出してることが、書類上イギリス王室の配下、それは俺知らない、うん、全然知らないけど、そうなの、どの書類に書いてあるのかちょっと分かんないけど、うん、まあなんかイギリス王室を真似たというか、イギリス王室をパクったのは間違いないと思うよ、うん、イギリス王室をパクったのは間違いない、うん、はい、その下とか上とかは分からないんだけど、そのイギリス王室ってすごくいいよねって感じ、なんかイギリス王室みたいな、なんかエリザベス的な感じにやると、なんか国民を騙せていいよねみたいな感じで、あの取り入れたと思うよ、うん、英国陸軍元帥、あ、そうなの、へえ。でね、あの俺が思って皆さんに伝えたいのは、そのなんか天皇は本当は平和主義だった的な、なんか
幻想というか物語ストーリー、あれはまあ嘘だなこれだけ言いたかったんだよ。これを言いたかった。だから俺も騙されてた多分。だってさ、3000回も出さねえだろ、平和主義だったら。まあ、なんか薄々気づいてたけど、やあなるほどと思ってさ、あのなんかさ、こう保守系って言われてる、なんかああいうチャンネル桜とかさ、ああいう系のチャンネルとかばっかり見てると、なんか そういう風に洗脳されちゃうというかさ、だったんですけど、おーっと思って、こうリアルにこうね、学者さんが書いた本はね、うん、昭和天皇は民草に対して冷血感だと思う。あ、やっぱり、俺もね、なんか違和感があったんだよね。で、まあ平成天皇とかね、今の令和天皇とかはちょっとまた違うのかななんて思うんだけど、こと昭和天皇に関しては。なんかね、違和感があったんだけど、ああそうかと、で、まあ、これから読み進めていくともっとわかると思うんだけど、ゆかり発言って何？ゆかり発言って、でね、まあまあ要するにね、やつも彼も、彼こそが永久戦犯なわけじゃんでしょ。だってさ、一億総玉砕とかさ言ってたわけでしょ。で、まあ、少なくとも彼はその命令を出して最高責任者で、だからね、そのもうね、安倍が責任取らないとかね、安倍晋三がね責任を取らないとか、なんか最近のトップはね責任を取らないみたいなことをまあ言うんだけど、まあ、そもそもが1945年のね、矢部さんの天皇メッセージを読んでほしいって、何のことだかわからない そもそもが、その、1945年で敗戦したときに、その、責任取るべき人たちが取らず、逃げて、で、しかも物語を作って、なんか美化して、で今に至ると。でその物語を完成させるためにアメリカという重し、アメリカというスーパーパワーがどうしても必要と。でこれの重しがなければさすがに庶民もふざけんなと。特に1945年の時にまだもう大人だった人たち、もう戦地に行ってたりとか、まあ、ある程度戦争を大人として、分かってた人たちはそんな詭弁というかね、そんなのは絶対信じないわけですよ、だけどまあ子供たちはアホなんでね、信じちゃうわけでしょ。それがまあ田原総一郎とかそこら辺のバカだよね。でもその大人たちがそれは嘘だよねっていうか、そんなわけねえよねって思いながらもそれを従ったというのはスーパーパワーがあったからですね。でスーパーパワーっていうのはその当時の GHQ だったりとか、まあ軍部ですよね、アメリカの軍部です、まあ、連合軍ですね。あれが10年ぐらいかけて日本を押さえつけてたと。でこの10年の間にまあそのふざけんなって思ってた人たちもまあもう仕方ないよねって、生きるためにはまあこのシステムでこの感じでやろうねっていうことがなってきたと。ふいまるさんがスターター、この絵さん、この絵さんは裏切られて自殺でしょ、GHQ に多分、なんかはしごを外されたみたいな感じでしょ、まあだから自殺してる人とかさ、なんかその失脚してる人がのことを追うと真実が見えるんじゃない？本当のことを言うとね、排除されるんでね、いつの時代もね。だからあの時に権力の側
に行ってる人間はそういったことは、まあ、横に置いといてというか、あのなかったことにして、これであのとにかく金儲けだけしようと、まあ、魂を売って金儲けだけをしようっていうことで丸く収めたというか、まあ、そこら辺の精神はさ、なんかこう明治維新の時とかね、ああいうの時と近いよね、なんか感じが。だからもうなんかあそこら辺からなんか、まあなんとかな、こう適当に嘘をついて、でなんかこうスーパーパワーで押し付けて、で時を流して、で正当化するっていう、まあ、その大きなやり方、やり口っていうのは、まあ、現代にもつながるよねっていうふうに思います。だから安倍晋三だけを叩いてもなんか別に変わらない気がしたね、俺は。うん、なんか最近なんか晋三があまりにもアホだからガス抜きとして晋三ばっかり叩くけど、なんか別に晋三を倒したとしてもこのなんかやり口っていうか、これ自体は変わらないんで、別になんかもうちょっと嘘がマシな、嘘つくことがマシな心臓に変わるだけだと思うよ、俺は。なのでこの天皇の問題は結構バッシングされると思うんだよね。うん、だけどこれはやっぱり言ってかないといけないなっていうふうに思った、俺は。うん、ってなことをまず皆さんとちょっとシェアしたいなと思いました。まあなんか、みたいな、戦中に3000回とか命令出してて、ハンコもついてんだぜ。あの、天皇の勅命っていうあのハンコ。あれは天皇しか書けなくて、番号も振ってあったんだぜ。番号も振ってあるから、あれ偽物、偽できないのよ。1番、2番、3番って全部全部番号ついてるから、命令にね。だから、そう、天皇が押さない限りは命令は発令しないかったのよ。でそれがなんかガナルカナル島とかさ、なんかそういう結構重要なところで結構ね、彼は結構命令してんだわ。でインパールとかどこか分かんないけどね、インパールとかさ、そこら辺のクソみたいなね、ミッドウェイとかね、まあそういうところはどうなのか分かりませんが、少なくとも、うん、まあ彼は戦争に対してめちゃめちゃ関わってて、まあまさに最高司令官だったということが分かると思います。うん、これからまたそれをちょこちょこ言っていこうと思います。半世紀マッカーサーたちは GHQ の占領の際、5年後の朝鮮戦争に日本の尊の右派を利用することなどをどこまで見越してたんだろう。本当に朝鮮の急激な状態をもたらした結果なのかな。まあ5年後の朝鮮戦争っていうまでは見越してないと思いますね、マッカーサーは。でそのあと、朝鮮があんなに泥沼にはまるってことはもう見越してはないだろうけど、まあ要するに逆コースで彼がその最初は何ていうのかな、日本は平和主義、まあ、彼の考える平和な国、まあ、キリスト教的な考え方の国家運営っていうモデルケースとして日本を作り上げようと思ってたことは確かだと思うけど、まあ、途中からやっぱりその、金儲け軍団ですよね、との争いの中で彼は外されていったということです。うん、なのでまあ予想外っちゃ予想外だったと思うし、決して彼がね、マッカーサーが日本国民のためになんて思うわけがないんですよね。うん、たまたまそれが洗脳するためにちょうど良かったっていうことだと思いますね。その洗脳が強すぎて未だに解けてないのが日本ってとこじゃないですか。うん、でだって天皇に対して全然なんかみんなこうやって愛子様、愛子様って言ってるもんね。
ね、そうでしょ。イギリスのね王室とかどうでもいい王室とかをさ、なんかまたしてあーやっぱり王室素晴らしい、あーやっぱり今季のあーってなってる、その物語が解けてないんでね日本は。だから日本人のほとんどは解けてない、うん、ですよね、うん、でこれは最大の闇なんでしょ。だから最大の闇だからタブーとしてこれを言うとすぐ右翼が飛んでくると、まあそういうことなんだよねと思ったんだけど、でもこれを言わないとなんかね物語の、あ、和田さんこっちは物語っていうのがあってさ、でこの物語があって、でそのなんか物語の幻想が解けねえと思うんだけどね、うん、なんかこう世の中がそのなんだかな、システムでこう回ってるっていうのはもう安富さんが言ってるし、そのなんかそんなね単純なもんじゃねえっていうその賢系のね人たちが言うのもようわかるんだよ。あの なんていうかな、安富さんとかそのねある程度知識を持ってる人がそんなね、なんとか陰謀で誰かが動かしてるなんてことはありえねえみたいな、うん、と思うよ。だから そんなわけねえとは思うけど、でも実際俺たち庶民からしてみたら、いや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 、あのなんか天皇が住んでるとこってさ一等地じゃねえみたい な東京のど真ん中じゃねえみたいな、あそこの土地さ、あれはだって天皇のもんでしょって、そしたらさ日本一の金持ちなんじゃねえのって普通に思っちゃうよね、うん、でそこの下地下鉄は通らせねえとかさ、なんつうの、敷地にも入れねえとか、 それってさ何なのみたいな、権力者だよねみたいな、親父みんな死ぬ時母ちゃんって叫ぶ、うん、まあそうだよね、トランプも注目した皇居、うん、いやだから結果まだそのシステムは残ってるというか、その物語っていうの、天皇は偉くて、でなんかその下に国民があってみたいな、そのなんか物語っていうのは非常に使いやすいから、だから残してると思うよ俺は。だって水戸黄門みたいな感じだよ、これなんかこれよとか言って、なんかあったらこれだみたいな、ほひゃー天皇が言ってるぞみたいな、こにゃろみたいな、やれるじゃん、ね、でそこに宦官みたいなやつらがもうなんか好き勝手なことをやれると思うんだけどね、うん、菅野プリズンの騎士児玉笹川、特に戦中残酷な性質を持ってたことが分かってる最悪の人間を選んでトップに据えた、アメリカの意図が分からない、分からなくはないよ、だってアメリカが残酷だからね、アメリカが残酷なやつらなので、やっぱりその欲に弱くその人を裏切れる人をピックアップしてそれを駒として使うと、まあ、それは彼らがよくやるやり口じゃない、今までずっとそれをやってるやり口だよね、うん、なので、まあ戦前にその六年ことをしなかった人たちも、要するにもうこれは売国で日本のためにならないと分かってても、まあ別にそのね、自分たちの利益のためにはまあ別にいっかみたいな人たちをピックアップして、それを日本をハンドルするという、まあアメリカというその国の国益になるように、あの動かせる、スパイのように動かせると、だからその人たちが全て物事を動かせるとは俺は思わないけど、もう大部分は誘導はできるよねっていうふうに思うよ、うん、で今やその YouTube もそして他もあの言論統制ができちゃう状態なのよ。なぜかといったらもうちょっとでも変なこと言うともうバンされちゃうと、うん、だから言えないでしょ。だから自由ななんかことが言えるとかいうのは実は幻想で、自由な発言っていうのはなかなかできないんですよ。
できそうでできないみたいな、うん、だ本当に自由な発言するのはもうクローズの場でやっていくしかないっていう、そういうことでしょうね、はい、ということで、まあ1個これはちょっと天皇っていうか戦前から続く、もっと言うとその前から続くんだけど、まあでも少なくとも戦前から続くその官僚機構ね、検察ね、検察もだから戦前からあるわけじゃん、ね、平沼喜一郎が作ったやつが、うん、あ、そう天皇談義プラスアメリカ民主、あのアメリカ大統領選の話をちょっと、うん、今のうちにしとこうかなと思って、夜ちょっとね俺腰が悪くてね今、うん、その腰っていうか血石ができつつ あるっぽいね、だからちょっとね、あの夜できるかどうか分かんないけど今のうちと思って、日本会議は天皇を国家元首にしようと、だからその日本会議はなんでやべえかっていうのはそこら辺にあるよね、うん、そう薩長のごろつきですね、まあ薩長というかどっちかっていうとだから長州の方でしょうね、うん、ただ天皇がその潔白なのかと言われたら全く思わなくなったね俺は、潔白どころか真っ黒じゃねえかと思います、あの真っ黒なところのだから総括をちゃんとしないと、なんつうかな、その大丈夫かなというかね思ったね、特にそのさある程度読書 階級の人たちはもうそれすら知らないっていうか、なんか謝ってないよ天皇は一回も、昭和天皇はなんかあのチンワーみたいなあの ラジオの玉音放送とかでも別に謝ってないんだよね、謝ってないじゃん、一回謝ったことあるの、あの昭和天皇は国民に対して、なんかあの玉音放送みたいなさねことでやったじゃない、神話みたいな、何やんよたい忘れちゃった、なんて言ったっけ、忍びげたきよしなびやってなんとかなんとかで、なんとかなんとかであるって言ってたよね。うん。玉音放送は負けましたってことでしょ。で耐えたくないけど、もうちょっと辛いけど耐えようねっていうことを言ってるっつうね、うん。だと思うよ、俺は。うん。だけど、昭和天皇は謝ってないでしょ。謝ってないよ。だから謝んないっていう伝統は安倍晋三が始めたことではなくて、別に昔からそうなんだっていうことを言いたかった俺は。でなんかさ、あの安倍晋三謝れとかさ、嘘つきだとかさ、安倍晋三はみたいな感じで、まあ俺も言ってるけど、あの安倍晋三だけ倒して別に変わんのかって言ったら絶対変わんねえよなと思ってさ。変わんないでしょ。だ変わんないけどガス抜きとしては心臓がいると思ったらなんか恐ろしくなった俺は、うん、だってさ広島の爆撃ね、原発も長崎の原発も要するに早めに降参しときゃ落ちなかったじゃん、沖縄の玉砕もガナルカナル島の玉砕も伊予島の玉砕もでしょ。それ誰がやったわけ、あれインパールだってさ誰がやったの、なんか知らないシステムというなんか人格のないなんか AI みたいなシステムがやったのと思っちゃうわけ俺なんかね、なわけないじゃん。だ相対的に広い人って書いてあるでしょ、広い人って公文書に CIA のレコードに広い人って書いてあるちゃんと広い人ってね、名字はないけど広い人ね、
だから彼がそのまずその裁きの場にも出てない上にその謝罪もしないと。でなんか俺さなんかさあの時さやっぱ軍部強かったじゃん、だからまあさ軍部強かったからまあ俺も、まあ、心の中ではまあなんつうの平和って感じ、平和って感じだったんだけど、まあ、ね、でもねやっぱねこう周りが結構やれやれじゃん、俺もさ族のリーダーとしてやっぱこう心は平和だけどやっぱねリーダーとしてはこれ反抗するよね、やるよね、だってしょうがないよね、だってリーダーだから俺で、そこでさ、まあなんかうちの族がなんか他の族をなんかリンチしちゃったり皆殺しにしたけど、まあでもさそれは俺がやったことじゃねえから、俺はただ単にまあ俺反抗しただけだから、うん、まあなんつうの、まあそういうことだからよろしくみたいな感じふざけんな、ほんとふざけんな。今日の国会はキューベーガーとさすがにぶち切れた何それキューベー沖縄戦長崎に起こされたプルトニウムの爆弾、その他も、うん、アーサー・ビナードのビデオの説明がストンと起きた、あーアーサー・ビナードさん、うん、まあね、まあそういうことよみんなと思ってね、ちょっとここはねやっぱねこう総括させないといけんよねって、もうなんかまあ死んじゃったけどね、本人は死んじゃったんだけど、まあ、天皇制をちょっともうちょっと考えるべきだなってちょっと思っちゃったね俺はね。まあとりあえず今のまあなんかそれでもう祭事だけやってくれればいいから、だから別に祭事だけやってくれればいいから、別にあんな皇居とかいらなくねみたいな、まあ、少なくとも皇居があったとしても京都に帰ればいいんじゃんって思っちゃったね俺は、うん、今のところそう思ってますということだけ、まあとりあえず伝えておきます皆さん、うん、はい、それとですね、今日は、ニューハンプシャー州で、今アメリカの民主党を共和党もやってるらしいんだけどね、予備選をやってて、これのことについてちょっと話そうと思います。この前のアイダホ州では、サンダースが1位、あ、違う、1位がピート君か、ピート君が1位で、2位がサンダース君、サンダーさんで、3位が、ウォーレンですね、これで4位がバイデン、まあこんな感じ、うん、これでニューハンプシャー州が次やってるのね、国民、民主党が。これで今勝ってんのがサンダース。今 25% ぐらいの開票率らしいんだけど、サンダースがね、28%、得票率の 28% と。で、ピートなんとか君が23%、で、3位が、クロブシャーさん。なんかよくわかんないけどこの人は 20%、 クロブシャーさんちょっと調べたら、ミネソタの上院議員で女の人、女性の方で、子供が1人女の子がいて、女の子か男かわかんないか、うん、で弁護士の方です、59歳、中道穏健派と言われています。まあ、なぜかニューハンプシャーで、この人が勝ってるのはまあなんかそういう、なんていうのかな、名前売るためにここで一生懸命やったのかな、わかりませんが 20% も取ってるんですよ、うん、クロブシャーさんがね。で、ウォーレン、エリザベス・ウォーレンが 9.4%、 バイデンが 8.7% ということで、私の推してるね、推してたっていうかね、アンドリュー・ヤン君、ヤンさん、あのベーシックインカムのね、彼は撤退ということで、残念と。でちょっとウォーレン、エリザベス・ウォーレンもちょっと厳しくなっちゃったなっていうとこですね。はい。でまあトランプのね、共和党のトランプの方はもう、うん、なんと対抗馬がいるんだけどいないっていうか、もう共和党はもうトランプっていう感じですね。で民主党は、まあ、この割れてるわけよね、今バラッバラなわけよ。でこのバラッバラな感じで
あの戦ってるっていうのはちょっとやばいなっていうふうに、まあやばいというか共和党が勝てる見込みがなかなかね、うん、っていうとこ、民主党か、民主党が勝てる見込みがなかなかねっていうことなんですね、皆さん。でただね、ちょっとね、バイデンがね、あまりにも弱すぎるっていうのが、ちょっと、あれと思ったのと、サンダースがここに来てやっぱ強いなと。ただ、サンダースは、あの、65歳以上とかいう年寄りになんと全然人気がないと。なんか知らんけど人気がないと。うん、ここがちょっとね、どうなるのかなっていうふうに思います。で、これね、あんまり他国にのことをね、なんとかな言うのもなんか中国に対してなんか結構さなんかこう物申す系を言ってる人がいるけど別にその他国のことだから なんていうのかな別にその内政干渉する必要ないと思ってんだよな俺は。だけどアメリカに関しては他国って言ってもあのジャイアンなんでね日本にとってのねあのボスなんで我々のボスが誰になるかっていうのはすごく重要な問題じゃないですか。だからまあ取り上げます、はい、アメリカの大統領選とかアメリカの動向とかは我々にとってはあのボスなんでね、うん、バニーサンダースじいちゃん早く大統領にしてあげないともう寿命が持たない。確かに、うん、バーニーおじいちゃんね、うん、マイケル・ムーンは曰くサンダースは退役軍人から一番支持されて、あ、そうなのかな、そうなの、へえ、なんかトランプのような気がするんだけど違うのかな、うん、まあ、いずれにしてもさ、エリザベス・ウォーレンが撤退されちゃ、撤退ってかちょっと厳しいの、バイデンが全然ダメと、まあ、これからね、また州が変わってくる時に、どうなるかっていうのと、全国でその選挙ができるような陣営があるのはバイデンとサンダースぐらいしかないらしいんですよね。その要するに経験がある選対がいるっていうか、選対本部長がいるのが、まあ、この 2陣営ぐらいしかないらしいので、まあ、どちらかサンダースかバイデンになるのかなっていうふうに思うんですが、エリザベス・ウォーレンになってほしかったな、ね、いやまだ分からないけどね、大逆転あるかもしれない。こうね、こう倍率が今、ね、これ終わったらウォーレンとかもすごい大穴の倍率になると思うんだけどね、ブックメーカー的に。いやーと思ってね、これはトランプ超有利。ただその全体で言うと民主党の方が支持があるらしいんだよね、みんな全体で言うと、こう大雑把な全体で言うと民主党の方がトランプよりも支持があるみたいなんだけど、トランプの支持者って安倍晋三と一緒で、強固なねゴリゴリの支持者がいて、これ絶対その選挙に行くわけですよ、このゴリゴリが。で、片や民主党はふわっとしてるんで、このなんか強固な支持っていうのはないと。だから今投票率がね、アメリカでも 50% とかでしょ、大統領選挙。だからあれと一緒だよね、安倍晋三とさ、こっちの 50% の 50% 取ればいいんだから 25% ね、有権者の4人に1人を固めれば勝ちなんですよ。で、トランプはそれをもうやってるよね、ガンガンやってるよね。なんかいやだから それがやっぱりね、もう民主主義の終わりというかね、なんか民主主義ってもうオワコンなんじゃないかと、そもそもがって思っちゃうよね、この感じを。まあまあだからアメリカが決めることだからね、アメリカ国民が。だけどさ、こうよ外から見ててもそう思っちゃうね。グレタ層はサンダー層し、グレタは違うんじゃないの、グレタは
環境利権代表者だからね、だから全然違うんじゃない、やっぱなんかサンダースとかになってほしいんじゃない、うん、いえいえ市川さん、はい、あ、それと、もう一個ね、フィリピンが、アメリカ米軍の地位協定を破棄したでしょ、ドゥテルテが。グッジョーブ、グッジョーブ、フィリピンすごい。日米地位協定破棄ですわ。あ、米、あの、あ、米、アメリカとの地位協定をフィリピンは破棄しましたね。いやー、痛快だー。うーん、日本も破棄すべきですね、これ。うん、フィリピンができて日本ができないわけがないと。そう思いませんか？これ。なんかさ、こう、破棄できない派？地位協定は、まあ、安保地位協定は、なんか、安保協定とか、ああいうの破棄したら、日本はどうすんだ、軍事的に独立できるのか、できるわけないだろう、お前中国の恐怖とか分かってんのか、ロシアとか近くにあるの分かってんのか、まあ、現実主義的にリアルのリアリストとしてちゃんと喋れよって。あの、お前フィリピンどこにあるか、お前地図見とけよ、お前中国とバチバチやってんじゃねえかよ、でしょ、その中国とバチバチやってるフィリピンが米軍出てってくれと、地位協定は破棄してまた新しい条約をしようと、まあ、言ってるわけで、別に日本だってちゃんと外交やればできるわけですよ。そうでしょ？だけど、そういうことは言わないんだな。言えないんだな。だから、まあ、これビッグニュースですよね。これを機に、やっぱりね、こういうことも考えないといけんっていうかね、こうね。本当に。だフィリピンがどういう国防を考えてるのか、うん、ああこんにちは、ハグさん、いやフィリピン強いよね、ドゥテルテがやばいっていう、うん、今すごい支持率だからね、ドゥテルテ大統領、麻薬はもう根絶しようとしてるし、うん、まあ本当かどうか分かんないけどね、製品だしね、あ、お金に汚くないと、ドゥテルテ大統領自身ね。で、今回こうやってフィリピン、まあ今経済成長してるし、現状ね。で、今、アメリカの特国をやめて、まあ中国とどう付き合っていくかっていうかね、そういう問題があるんだけど、まあ、それが外交なわけじゃない。いわゆるさ。で、それをこうやってるわけだよな。うん。それがすごいよね。それに比べて日本はその破棄をしようとかいう議論にもあんまならないっていうかね、まあ、なって、まあ、一部ね、言ってるけどね、そうするとすぐさ具体案を言えとかさ、リアルに考えろよ、うお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 うっていうやつらがいるけどさ、お前フィリピンの軍事力と日本ね、そのフィリピンのどれだけ の軍事を持ってるかって調べろよ、ちょっと、まあ、日本は言うても世界5位ぐらいの軍隊を持ってるわけよ、現実には自衛隊だけで、まあ、そこにまあアメリカの属国としてアメリカにはかなわないように、アメリカが絶対戦えないようにいろんな仕組みを作られてることは百も承知だけど、それはフィリピンも同等でしょ、自国で
だってフィリピンなんかはもっと言うと自国で武器を作れる技術ないからね。フィリピンに関しては全部輸入だから、まあ、ほぼアメリカから。だからアメリカと戦争なんかできないよねっていう、まあやろうとも思わないよね今更で。しかももっと言うと今この2020年のこの今の時期にその領土を拡張して何かいいことあんのっていうこと。まあその人間は愚かだからさ、人類は愚かだからそんなこと関係ねえからみたいな感じで、ね、人民解放軍が攻めてきたりとかロシア軍がね、北海道に攻め込んできたりとかいうそういうことをやるかもしれないけど、全然経済的な利益はないけど、うん、今のアメリカなら物言うカダフィも殺されなかった気がする。うん、そうだと思うよ、うん、だって殺しても意味ないからね。まあね、その領土を拡張して利益があるかって言ったらもうそういう時代じゃないんで、うん、富が領土にないからね今だから。本当のお金というか今あるのね、今現状にあるのは本当の豊かさというかその本当に価値があるものがサイバー空間に移行しちゃってるっていう問題があって、領土とかあんまり大したことなくて、そういう戦争上もあまり意味がないというふうな時代になってるわけですよ。だからそのアメリカ軍が日本にいるから守られるってこと自体がもう時代遅れですね。だっていたって別に軍隊がいようがいまいがハッキングされるから、そうでしょ。で今回のコロナウイルスの問題で分かってるように細菌兵器を使われたらもう全て終わりなんで、そうじゃないですか。本当に一個人でやられちゃうでしょ。だから現実戦争なんてできないんですよ。で、 できないのになんかこうそれを煽るって、まあ、N 国と一緒でしょそれも。で N 国と一緒、もうなんかできないくてもなんか中国をぶっ壊すみたいな感じ、ビジネスだな、ビジネス、うん、みたいに感じます、うん、だフィリピン賢いなっていうね。日本はどんどん遅れちゃってるよねっていう、そういう意味ではね。これにね、なんかこうテレビのニュースでもまあ本当な何やってんだかよくわかんないけどね、今コロナのことまだやってんの、コロナのことと桜を見る会みたいな、桜見るみたいな、言ってるうちに桜咲いちゃうけど、これ大丈夫ですか、これ。あとは何、カジノのことですか、うん、あとは黒川さんの定年がちょっとこの野郎とみたいな、うん、いやでも法律的にそのなんていうのか、あいつらはチンピラだからヤンキーなんで、別になんかいや俺らは別に法律違反してねえから、はい、別に誰にも迷惑かけてませんので、申し訳ないけど黒川は俺のダチだから、もうダチのことをとやかく言われることはちょっと無理なんで、すいませんがっていう感じでしょ、安倍ちゃんが言いたいのはね。で半年延ばしてさ、ダチに自分たちの悪事をもみ消してもらった上に、さらにそのなんていうのかな、彼を焼却させてね、検事総長よろしくってやりたいわけじゃない。で、それをなんか論理的にね、そう、うちら、ファミリーは、仲間は、裏切らないんで、そこら辺、信念あるんで、よろしくって感じです。で、その彼らに、いくらそのなんか論理的なことを言ったところで、いや、わかんない。立花さんと籠池さんの関係はわかりません、僕には。
うん、僕に俺が聞いてたのは立花は1回しかやったことないみたいな、やんちゃしたけど俺の純粋なんで、ああ、うん、意味が分かんないね、うん、意味分かりませんね。それダメなもんはダメだからね、うん、でまあそれをこうどうこうさ、桜をやっと前夜祭の主体が安倍晋三後援会であることを認めて公職選挙違反が決定的になったけど検察が動かれるからどうしようもない、うん、だから検察立ちなんでね、はい、検察立ちなんでそんなこと言ったってダメなんすよ、うん、ダメなんす、ダメなものを分かっててやるっていう野党がろくでもないということですね、はい、だダメ、なんかそういうパフォーマンスっていうか なんかよくわかんない俺も、うん、そこら辺の感じは全然わかりませんが、なんかそうなんだなって思ってるよ俺は。そうなんだなってどうなんだかって思うけど、うん、だそんなくだらないことというかね、うん、申し訳ないけどそんなくだらないことなんかよりもっと大事なことがどんどん決まってきてるというかさ、どんどん動いてるわけで、その要するに安倍の首さえ取れればいいみたいな論理でしょ、心臓が辞めればいいと。これさ、だけどさ、その心臓を辞めて総選挙になってボロ負けしてさ、で麻生太郎は内閣になってなんか変わるのって話ですよ。だからその野党共闘っていうかね、その一枚岩にもならないくせに、この勝ちもしない勝てもしないことを言って、なんかね、学校のね、生徒会のね、集まりみたいな感じ、生徒会長とのヤクザの、あ、ヤクザじゃなくてヤンキーの話し合いみたいな感じを見えるね、国会は。うん、だから意味がない、それは悪いと思いますみたいな、学校で学校に原付で来たら悪いと思いますみたいな、うん、そうね、太郎ちゃんが総理になっても今のままだと潰されますね、うん、あ、もう本当になんか、ただそのまた見えるんじゃないの、その鳩山さんの時みたいにね、鳩山さんと小沢一郎さんの時に本当に見えたじゃん、こうこの国というものが、で、あの野党というのは本当は違うんだっていうか、そういうこともよく見えたから、そういう意義はあったかもしれないけどね、で果たしてそれをこうどれだけの人がその認識しているかっていうのはちょっと別の問題なんだけどさ、うん、ってなとこだね、うん、そう、闇は深いんだよ、うん、闇は深いよねみたいな、でも絶望しちゃうと終わりなんでね、うん、まあ要するに幻想なんでね、どうせそのなんか権力があるとかさ、なんかそういうのも多分幻想なんだよ、アメリカがやばいとかさ、なんか天皇は偉いとかさね、それ全部幻想だと思うよ、でその幻想をのが晴れたら一気に変わると思うけど、いやそういう並大抵じゃないよねっていうところだと思います、うん、まあ、うん、だ感情は幻想じゃないからね、自分がこう感じてることとか痛みとか、
それはもう全然本当のことだから、うん、いやうん、まあだからね、なんかこうもうちょっなんとかならないもんかなとか思いながら、こうぼやくな、ぼやく、ぼやきだな、これな、ぼやきですね、うん、なんかフィリピンの方がマシなんじゃないかと、いろんな意味でもう考えちゃうよね、こういう感じだと。まあちょっと この裏に何があるかっていうのは分かんないけどね、あのアメリカ地位協定を離脱して破棄をして、一方的に破棄ができるのか、でその破棄をしたっていうその先に何があるのかっていうのはちょっとまだ分かんないけど、まあ、少なくとも交渉をしてるというところだろうね、ちゃんとね、うん、ということで、まあちょっとね、そんな話をずらずらと今日はしてみました。ちょっとねまた仕事に戻んなくちゃいけないので今日はこれぐらいで、また夜元気だったらやりますので、よかってください。はい、ということで皆さんまたねー。